道に迷ったらですね、スマホの GPS で今自分がどこにいるかということを指し示すこともできますし、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、稲森和夫さん、稲森和夫さんの名言で、ベタ、ベストというのは比較するものがあるときに使う言葉です。しかし、新しい領域へ乗り出す開拓者は、真っ暗の中、羅針盤も持たず、海岸へ向かう船と同じなのですから、完全でなければならないのです。それは自分以外に頼るものがないからです。完全を目指すということは、自らの内なる理想に対する飽くなき追求を意味しますということでですね、稲森和夫さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。稲森和夫さんは日本の実業家、京セラ第二電電、現在の KDDI 創業者、公益財団法人、聖稲森財団理事長、聖和塾塾長、日本航空名誉会長ということでですね、まあ、京セラをね、一代であれだけ大きな会社にした素晴らしい経営者ですし、日本航空ですよね、破綻してそこから再上場まで持ってこられたね、素晴らしい、もう本当に素晴らしい経営者だと思います。でですね、今の、まあ、船だとか車だとかってカーナビもついてますし GPS ついてますよね。船だってどこを航行してるかって、もう今衛星がついてるか、衛星があるから自分がどこにいるのかっていう位置がわかるじゃないですか。で、歴史の教科書で出てくるね、マゼランの世界一周とかコロンブスのアメリカ大陸発見ですか、まあ、アメリカ大陸とか言ってますけど、まあ本当に大陸発見したかどうかってね、怪しいらしいですけれどもまあまあそれはさておきね、その時代の船っていうのは GPS もなければ海図もないわけですよ。ちゃんとした海図もなかったと思うんですよね。ましてや地球がね、どういう形かっていうのも、まあ、数学からは割り出したんですけれども、みんなね、こう地球儀とかそういうことが今、もので見ることはありますけど、なかなかそうやって見るものがなかったと思うんですね。そういう時代にから比べるとね、今って本当に便利だなと思います。道に迷ったらですね、スマホの GPS で今自分がどこにいるかっていうことを指し示すこともできますし、友達とね、待ち合わせでもね、今、昔はね、一昔前は、携帯で連絡取り合ったりだとかしてましたし、今だったら LINE でね、やり取りしたりだとかしますし、その前ですよね、電話でやり取りする前って待ち合わせとかってよくみんな待ち合わせられたなと思うんですよね。携帯もない時代ですよ。どうやって待ち合わせしてたのかっていうのか、いつも今、疑問に思うんですね。すごく思ってて、でもね、ちゃんと皆さん、こう待ち合わせできたりだとかしましたし、完全を目指すっていうのはね、本当に、自らの内なる理想を飽くなき追求だと思うんですよ。なかなかね、完璧って難しいことだと思いますから、どうやってやるか、新しいものを想像するってすっごく大変だと思うんですよね。あるものとあるものをくっつけてね、いろんなことできるんだったらいいんですけれども、そうではなくて、やっぱり新しいものを想像するっていうのは、そういう意味でね、羅針盤もなければ GPS もない、海図もなければコンパスもまあないかもしれない、そんな状態でですね、やり続けなきゃいけない。だからこそ自分の内なる、これで成功するんだという気持ちが非常に大事だと思っております。私もね、まさかまさかのこの名言でですね、去年の今頃登録者がもう一桁台だったんですけどもね、三桁に乗りまして、びっくりするような状態です。これからもね、続けていこうと思っておりますし、内なるものがたくさんまだありますので、皆さんもね、多分あると思います。そんな時にね、私の YouTube を見ていただければいいかなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。
動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。